はいどうもジャクレイです。プロスペースやっていきましょう。というわけで今回はこちらでございます。はい、というわけで本日ですねバージョン 5.20 公開と強制アップデート実施についてというお知らせがやってまいりました。もう一個ですね、メンテナンスのお知らせも来ておりますが、それはね後ほど見ていきたいと思います。はい、じゃあまずバージョン 5.20 に関してのお話見ていきましょう。結構大きめのアップデートはねちょっと久々なのかなというふうに思うんですが、今回のアップデートかなり激アツなね更新になっておりましたので一個一個ね見ていきたいと思います。で僕ももうすでにねアップデートが済んでいる状態で今回の動画撮っておりますので、まあ、最新バージョンでねお話ししていければというふうに思います。はい、じゃあバージョン 5.20 アップデート内容を見ていきましょう。まず一つ目ですね、選手写真変更機能を追加しました。対象となる S ランク選手の写真とエフェクトを過去獲得したことのある S ランクの同じ選手のものに変更することができる機能ですと。でこの一部制限がありますという注意書きがあるんですが、これがちょっとねこの一部制限って何なんだろうなというところではあるんですけれども、一部制限というのは投手版打者版がそれぞれの写真しか使用できませんとか、 あとはあれですかね、谷本選手みたいに途中で移籍した選手とかっていうところに関しては、使用できませんよと。あとはワールドスターとかがちょっと権利的にねいろいろ、まあ、複雑な事情があるみたいですが、まあ、基本的には過去獲得した選手の S ランクの写真を、まあ、継承した選手にね使えるというところでございます。まあ、継承ねこの写真の選手めっちゃかっこいいから継承したくないっていう方とかもね結構いたりすると思うので、まあ、その辺をまあうまくね、組み合わせた内容になっているのかなというふうに思います。まあ、個人的にはかなり、まあ、このアップデートに関しては非常に嬉しい機能なのかなというふうに思いますが、まあ、そんなにゲームの中でねその能力の部分で変わったりとかっていうところではないので別にそんなに大きな変更ではないと思うんですが、ちょっとこの写真変更やってみましょうか。はい、写真変更のやり方は普通にまずじゃあそうですね、現状オーダーで使ってる選手とかを変えてみましょうか。個人的にめちゃめちゃかっこよかったのがじゃあ例えば山田選手、山田哲人選手の、シリーズ1のこれをですねちょっとベスト9、かなりねこのベスト9には思い出があるんですが、この山田選手めちゃめちゃねこのベスト9、去年のベスト9の時に本当に山田選手がよく当たったので、この山田選手に一回戻してみたいと思います。はい、ということで、まあ、今変わりましたが、2017シリーズ1の文字が赤くなりましたね。あれちょっと戻っちゃいましたが赤くなりまして、どう変更になったのかというとちょっと周りの、ね、部分が赤くなっているよというところでございます。まあでもやっぱりちょっと違和感ありますよね、このベスト9去年のものでスピリッツ2500っていうところがやっぱり違和感があるので、まあまあその辺はね、まあ、本当に写真のかっこよさを撮るかナチュラルさ、まあ、その選手のナチュラルさを撮るかというところではございますが、まあ、相手のオーダーとかから見た時に非常に見づらくなるかなと、見分けつきづらくなるかなというふうには思いますが、まあじゃああとはそうだな、例えばじゃあ大谷選手は、大谷選手は間違えた、大谷選手はそうですね、あヤクルト混ざっちゃってる、大谷選手のアニバーサリーを例えば写真変更でシリーズ1に変えてあげたりとかもまあできますが、野手をね選ぶことはできませんよ。まあ当然ですけどね、当然ですが野手を選ぶことはできませんよというところでございます。ただでもやっぱりちょっとね前のシーズンのものの選手が2600とかだとやっぱりなんか気持ち悪いなっていう感じはするんですが、まあ写真ね本当に好きな写真にできるっていうところが非常にいいのかなというふうには思います。まあ個人的にどうだろう、ちょっと使うかどうかは微妙ですが、まあ、例えば 今ね、現在の設定でシリーズ1に変えましたが、このリセットというところで前の写真に戻すことができますよというところでございます。はい、まあ、この辺はねこの機能欲しかったよって方と、まあ、別にいらないかなって方でかなり極端に分かれるかなというふうには思うんですが、まあ、個人的にはそんなに本当にこの選手にこの写真がいいっていうのがなければ、まあ、使わないかなっていうところですね。はい、Okay、 まあ、ちょっとなんだかんだその選手の画像でそのシリーズを見分けたりっていうのが一番メインになると思うんで、ちょっとその辺がねやっぱり見分けづらくなるっていうのはちょっとどうなのかなっていうところではあるんですが、まあ、そこはね赤格好で四角に囲んで、まあ、対応というところなんでしょうね。はい、っていうところでまず一つ目のお話でしたよと。であとは何か注意点はありましたかね。シルエット化選手の写真変更はできませんよと。あとは写真とエフェクトをそれぞれ指定することができませんというところですね。例えばシリーズ1の写真をシリーズ2のものに使うとかっていう形ができないんで、写真とエフェクトを別々に設定できるとかなり、まあ、その新しい選手がゲットできたような感覚にもなりますし、そこは非常にいいのかなというふうに思うんですが、まあ、ちょっとそこはできませんでしたよというところでございます。まあ、今後もしエフェクトと、ね、別々にできれば非常に嬉しい機能かなというふうに思いますが、まあ、でもそこまでは無理かなというところでございます。はい、
で2つ目サブコンボを追加しましたというところで明日のメンテナンスから反映されるというお知らせが出ているので、まあ、この辺ちょっと詳しい話は明日またちょっと1本動画出せればいいかなというふうに思ってるんですが、サブコンボは11番目のコンボとして発動しますと。発動判定に成功した上位11から20番目までのコンボの効果を10分の1して合算したものがサブコンボの値になりますと。まあ、この辺の数値の、ね、検証とかに関してもまた別でやりたいと思います。で試合終了後の発動コンボ画面でサブコンボの項目をタップするとサブコンボとして発動したコンボの内訳が確認できます。なるほど、まあ、今までねこのプロスピエースに関してはコンボをたくさん出せば出すほど強いかと言われたらそうではなくてですね、まあ、その1試合で10個しか発動しないというところでどれだけねその10個が強いコンボを発動できるかというところの勝負にはなってたんですが、まあ、そのねコンボの数でも勝負ができるようになったのかなというところでございます。まあ、星2とかのコンボに関しても、まあ、できるだけ出すに越したことはないという形の体制が整ったのかなというふうに思います。はい、まあ、ちょっとその辺またいろいろね見ていきたいと思いますので、まあ、この辺はねちょっと明日のメンテナンスを見てみましょうというところでございます。はい、で守備シフトの画面で守備範囲が表示されるようになりました。あー、これもかなりいいですね。見やすくなる守備範囲がそれぞれ見えるので、あー、これ例えばもう見えるのかな。はい、ということで、まあ、ちょっとね試合のシーンでないと見れないというところで、スクショで多分対応してると思うんですが、まあ、僕のチームの場合はあんな感じで出ておりましたよというところでございます。ただまあ円の大きさは守備適正の値に応じて決まっておりますので実際の守備範囲を示すものではありませんと。まあ、それぞれ選手の動き方に多分そのなんだろう守備適正の値よりかも多分選手によって守備範囲ってまあそれぞれ多分決まっちゃってるのかな。なんかちょっとよくわかりませんがそういう表現方法に取れますよねこれだとねっていうところでございますが、まあ、守備範囲、まあ、ざっと守備範囲、大体の守備範囲が見れるという感覚でございますね。はい、でタイムスリップの小笠原選手が、構えた時にバットが半透明、あ、これはまあ非常にいいですね。多分個人的には小笠原選手持ってないんであそこまで関係はないんですが、小笠原選手を、ね使っている方だとこれが、ね、ピッチャーと被っちゃって打ちづらいっていうコメントとかもあったので、まあ、非常にいい対応かなというふうに思います。で、あとは同時に2人以上の守備交代を行った時に、デモでクローズアップされている選手以外はプレートで守備位置と選手名が表示されるようになりましたと。あー、なるほど、新しいですね。これは非常にいいかなというふうに思います。まあ、でもなかなかね守備変更ってそんなプレー普通にやってたらやらないと思うんで、まあ、そんなに大きくね影響はないかなというふうに思います。はい、2017シーズンの公式戦と日本シリーズの成績に準じて球団選択画面、ソフト画面などで球団アイコンの並び順を変更しましたと。あー、これは非常にありがたいですね。ウイロードの対戦順の変更は新シーズン開幕時に実施する予定です。なるほど。なので、まあ選手名鑑とか見ていくと、はい、今年の順位に変わってますね。うん、これねちょっと紛らわしくて、まあ、動画出す身としてもねかなり順位順になってくれた方が、まあ、いちいち並び替えなくていいので非常にありがたいかなというふうに思います。この間もねちょっと阪神と DeNA の順番を、まあ、普通に DeNA の方が去年の順位で言ったら上だったのでそこでちょっとね左にあった分ちょっと DeNA を先に紹介してしまったっていうミスがあったんですけども、まあ、そういうのがね、今後はなくなるかなというふうに思います。はい、であとは、下スプリッツ解放の月2回の使用回数上限が撤廃となりました。これは別に2回にする必要あるのかなと思ってたので、まあ非常にいいかなというふうに思います。でもそんなにスプリッツ解放ってやらないですからね、なかなかね。はい。で、プロフィールにユーザー ID が表示されるようになりました。あー、なるほど。なるほど、なるほど。じゃあ、プロフィールで相手、じゃあ僕のユーザー ID とかももう普通に僕のプロフィールを見れば分かるようになってるのかな。リーグ、例えばリーグの順位とかから見ていきますか。ちょっと今リーグが本当に悲惨な感じなんですけど、先週の覇王ランキングの、どこだったかな、あ、ここだったような気がするな、ここの28位ですね。はい、ここにいるんですが、あ、 ID 出てますね。はい、 ID が公開されているような感じになっております。まあ、公開する意味あるのかなというところではあるんですけれども、まあ、これであれですね、アカウントの転売対策とかになるのかなというところですね。はい、でここですね、リアルタイム対戦の機能追加とバランス調整を行いましたと。でこの機能追加に関して今回のお知らせではねまだ表示されていないんですが、第2回ベータテストをあさって20日15時から28日木曜日の14時59分まで実施しますよというお知らせがやってまいりましたというところで、まあ、このねリアルタイム対戦次作るんだというお話をずっとしておりましたが、20日からというところで8日間かな、8日間実施になるみたいです。でこの28日っていうのがおそらく最後、その年末年始のランキングイベント OB なのか、まあ、はたまたベスト9とか、まあ、あとは外国人 OB とか、まあ、もしくは
まあ、その日本人 OB とかっていういろいろな選択肢があると思うんですが、まあ、おそらくランキングイベントが最後ね来ると思うんですが、まあ、そこの更新日が28日になるのかなという予想もできますね。で、まあ、変更内容の詳細はベータテスト開始時に改めてお知らせいたしますということなので、水曜日のね、リアルタイム対戦開始の、お知らせを待ちましょうというところでございます。まあ、これはね個人的に非常に楽しみなので、またちょっとね生放送等々もやっていければいいかなというふうに思っておりますのでね、まあ、ぜひとも生放送始まった時に通知がいくようになりますので、チャンネル登録とその横のベルマークですね、通知登録ボタンも押していただいて、あとは必ずね生放送始めた時にツイッターの、ツイートをするようにしてますので、リンクをね概要欄に貼ってあると思いますので、ぜひともそちらからフォローしていただければというふうに思います。ありがたいことにね、ツイッターのフォロワーついに1万人を突破いたしました。はい、ということで、まあ、引き続きねツイッターの方もガンガンやっていきたいと思うんですが、リアルタイム対戦ですね。そう、それでツイッターね、また一つあれなんですけれども、ツイッターの方でゲリラ対戦募集みたいな感じで前回もやってたんですが、適当にですね生放送とか配信をやらずに動画も撮らずに、まあ、ポンと僕が、部屋の番号を貼ってですね、ツイッターの方で対戦募集するという形もやっておりますので、まあ、ぜひともねツイッターの方もチェックしていただければというふうに思います。はい、でまあ、イベント用のリソース追加とか、まあ、あとは変更点で野手がボールを弾いた時のエラー判定ロジックの再調整、これはありがたいですね。であとはコリジョンルールの導入に伴いディレイドスチールの成功率が高くなりすぎてなので調整を行いました。ああ、なるほど、ディレイドスチールかなり成功してたんで、まあ、これが調整されましたよというところですね。あとはハオリーグからの昇格時に、降格時昇格時にリーグ10と表示されていた問題を修正いたしましたよというところでございます。はい、まあ、そんな感じで盛りだくさんのね 5.2.0 のアップデートになりましたが、まあ、皆さんいかがでしょうか。ぜひともね、まあ、この選手変更機能とかリアタイに関してはね、ちょっと明後日の更新を見てみないと何とも言えないというところになりますが、まあ、あとこの、まあ、サブコンボかとかに関してぜひともね感想を教えていただければというふうに思います。選手写真変更皆さん使うんですかね。ちょっとぜひともその辺が一番聞きたいところですね。でサブコンボに関しては何度も言うようになりますが、明日のメンテナンス明けにちょっと動画を回して、まあ、どっかのタイミングで公開できればいいかな。ちょっともしかしたら時間かかっちゃうかもしれませんが、動画に1本出せればいいなというふうに思っております。で最後明日のメンテナンス確認して終わりましょう。明日のメンテナンスが15時から16時59分というところで、内容としてはサブコンボの発動をメンテナンスしようというところでございます。まあ、イベントに関しては全く問題がないんですが、明日の更新が17時となりますので、そこだけご注意くださいというところでございます。でガチャがね20日更新なんですよね、おそらく全部20日までなので、だから明日おそらくガチャ更新はないんですよね。ガチャ更新は明日じゃなくて明後日になると。でイベントと1日ずれているんですが、まあそうですね、おそらくつなぎイベントじゃないかなというふうに睨んでますが、まあ、フェスタとかルーレットヒッターとか来てくれたら個人的には嬉しいかな。ちょっと育成もしたいんでねっていうところでございます。はい、はい、というわけで、まあ、そんなところで、ね、今回の動画は以上になります。ご視聴いただきありがとうございました。ぜひともね皆さんの今回のアップデートに関する感想をコメントでお待ちしております。この動画参考になったよ、分かりやすかったよって方は、ぜひともグッドボタン、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それではまた次回のプロスペースの動画生放送でお会いいたしましょう。さよなら。